クリーンをご覧ください。砲弾演習では陸上、海上、航空自衛隊の3自衛隊が連携して我が国の島嶼部に侵攻する敵部隊に対し攻撃する場面および富士共同団が総合戦闘力を最大限に発揮して我が国に上陸し要点を確保した敵部隊に対し攻撃する場面をご覧いただきます。はじめに本日行う統合における作戦のシナリオについてご説明します。大型スクリーンをご覧ください。ここでは我が国の島嶼部の占領を基とする敵が海上から侵攻する場面を想定しています。まず陸上、海上、航空の統合における作戦により海上から侵攻する敵艦船を撃破する場面を展示します。今回の展示は通常であれば洋上での戦闘行動となりますが演習場の制約のため広場での展示と大型スクリーンでその様子を放映しますことをあらかじめご了承ください。それでは陸上、海上、航空自衛隊が行う統合における作戦から状況を開始します。なお戦車が射撃をする際大変大きな音がしますのでご注意ください。状況を開始。
が保有する情報収集の手段の中で最も遠距離から目標の情報を収集してリアルタイム正確な映像情報を伝送することができます。本日は無人偵察機 FFRS の洋上における目標の情報を収集するために出動する場面をご覧いただきます。大型スクリーンをご覧ください。無人偵察機 FFRS が洋上監視を行っている様子を放映しています。敵艦船の接近してくる映像がリアルタイムで司令部へ送られてきます。左手上空をご覧ください。大変小さく確認しづらいですが左前方距離およそ2000メートル付近の上空で黒く見えているのが FFRS です。現在大型スクリーンでは上空の飛行中の FFRS の様子を放映しています。
Thank you.
功させるためには横着前後という弱点を克服して速やかに戦力発揮することが重要です。テリボン部隊第1波の援護のもと横着したテリボン部隊主力が攻撃前進します。
あらゆる手段を尽くして前進を継続します。団長、こちら警察庁の隊長、敵は昨日までから真ん中にかけて攻撃してもらいます。こちら団長、了解。富士共同団は A と B の沿いに攻撃、三大をダッシュして遠目の敵を撃破する。敵情報告を受けた富士共同団長は攻撃命令を下達しました。攻撃開始に先立ち、攻撃前進を容易にするため味方の前進を妨害する敵に対して火力戦闘部隊が防波火力などにより敵の戦力を低下させます。この際、状況により海上自衛隊の艦艇により艦砲射撃により射程距離内の敵部隊を攻撃します。まず、先ほどの偵察活動によって判明した敵に対し、防衛一番による空中観測のほか、特殊化の120ミリ迫撃砲および海上自衛隊の艦艇による艦砲射撃が2段山および3段山を81ミリ迫撃砲が2の台に対し攻撃準備射撃を行います。こちら A を B、艦砲射撃完了。こちら特化、攻撃準備射撃、手話出す。手話、艦着5秒前。Thank you.
対主力の攻撃前進を密接に支援するため、攻撃前進の速度や状況に合わせ三段山から二段山に対して射撃目標を次々と遠くに移動していく射撃を行います。弾着が移動していく様子をご覧ください。戦闘車か小銃小隊の陣地変換を援護するため、3度台および